めっちゃ引くやん。おはようございます、ディスタイルフィールド森田藤野未来と申します。今日は地元熊本県の、ディスタイルのルアーで攻略していきたいと思います。で朝は、まあ、巻物中心で攻めていって、で、まあ、要所要所でスピニングを、まあ、見えたりとかサイトしたりとか、していきたいと思います。よろしくお願いします。すっげー出てきた。すっげー出てきたぞボラが。ここ網構えとったらいっぱい取れるんじゃない。こっち側についてるんですよね。なんかおったっすね。魚が。よしよし食った。釣れた。 D ジグカバーに D2 ホック吊るして40アップ釣れた。イエーイ。いいっすね。今釣れたのが、こっちの足元のシェードになってる部分 でここがちょっとあのカバーがちょいちょいあるんです。でそこに吊るして釣れたって感じですね。でルアーが D ジグカバーに D2 ホッグで、タックルがブルートリックの 66M のパワーフィネスで釣れました。こんな感じ。なんかね、マジか。おるんかい。あ、おるっすね。おっしゃ、食った。速攻食ったやん。やばいネット届く。よっしゃー。ふう、釣れた。
よいしょ。よいしょ。よいしょ。新製品の未確認のやつ出てきて食ったっすね今。オッケー。とりあえず。今のはそこの橋脚のところに引っかかってる布みたいなところの下についてるのが見えたんで、そこに投げたらもう落ちパクですね。はい。でルアーがリューバのダウンショット 1.3 グラムのミミズから、はい、OK めっちゃ速い動きが、何あいつ、おったけどね、めっちゃなんか早すぎて早すぎてめちゃめちゃ早かった動きが、釣れんやろね。ああちょっと反応したね。食った食った。あわあわ。でかい。でかい。あ、でかい。めっちゃ引くやん。あ、でかい。でかい。ガチでかい。よっしゃ、でけえ、でかい。でかい。ピローラーマイクロ。また草が。やばい。いや、でかっ。よっしゃWhat?
っしゃ。見えてたやつよりちょっとちっちゃいかも。ふぅふぅ取れた。お疲れ様でした。今日半日、まあ熊本のフィールドを、攻略したんですけれども、今日活躍したタックルが、ブルトレックの 66M のパワーフィネスですね。でディールが2500番台のディールで、ラインが P の 1.55 で、ルアーが D ジグカバーの 3.8g に D2 ホックのコンビです。サイトとかで使ったのがブルートレックの 61UL プラス S ですね。でリールは2500番台で、ラインがフロロの3ポンドで、使用したワームなんですけれども、ビローラスリムと新しく出たリューバ と、ビローラマイクロですねのダウンショットです。全部でダウンショットの新管の重さが 1.3g で、今日攻略しました。皆さんもぜひ試してみてください。